Alternative Radio. Laughter Night. 空気階段の踊り場。こんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。はい、空気階段の踊り場第79回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ先週ですね、もぐらに息子が誕生したという報告がございまして、生まれました、はいはい、っていう、まあ普通ラジオだったらさ、もう息子が誕生したとか初めて子供が生まれたとかだったらその話持ちきりのハッピー会になるじゃん。まあラジオじゃなくてもそうなると思います、ね、まあ大体のね、別に何も録音とかされてなくても、そうですね、日常、人間ってそうだよ、カメラ入ってなくても、カメラ入ってなくても、なのにもかかわらず先週はね、あのもぐらのご祝儀横領未遂事件の裁判が行われまして、はい、行われましてね、はい、しかもその後もまたもぐらが控訴してきたので、はい、ラジオクラウドのアフタートークの方で第2審まで、そうですね、もつれ込みまして、高裁までもつれ込みまして、高裁までね、でもつれ込んだ結果、はい、まあ、あの判決としてはまずもぐら禁煙すると、はい、あと空気階段は協力して頑張っていくっていうそうですね、まあ判決になったじゃないですか、でもう判決が下ったにもかかわらず、はい、お前はこの1週間タバコをバカみたいに吸ってるっていう、いやでも禁煙に関してはちょっと、うん、いや勘弁してみたいなことは言ってたじゃん。はいとは言ってなかったでしょ。だって、いはい禁煙しますとは言ってなかった。いやはいはいって言わなかったら別に関係ないとかじゃないよ、まあ、俺が裁判官だったんだから。まあでもね、本当のことを言うと、うん、徐々にやめたいみたいな気持ちはあんの、やっぱ。あ、本当に？そう、本当はね。あ、あるんだ。できることなら。いや。でも、うん、やっぱ、相当俺タバコ吸ってきた人間だから、まあ、1日4箱も吸ってきたし。やばいよね。多分、空気階段って芸人界で一番タバコ吸うコンビぐらいの、とんでもない消費量だよね。タバコ税納めすぎ、うん。相当納めてきましたからね、国に。本当に。だからそう、急にはね、やっぱやめらんないのよ。うん、だもうなんていうの、その、うん、ダルクみたいなとこ行かないとさ。ダルクってなんだっけ。まあ、厚生施設ですよ。あ、その、まあ、田代さんとかが行かれてるね。ああ、別に、やべえやつじゃないから、タバコは合法的な。でも、合法的なもんなんだけども、うん、まあ、もちろんその依存性はあるよ、中毒性は。めちゃくちゃ中毒性。だから、俺はね、特に。うん。いや、でも、俺さ、言ったと思うけど、俺10月の頭から禁煙してるの。うん、そうだよ、そう。それ今週、気づいて。あ、気づいた。うん。そういや。喫煙所全然いねえなと思って。うん。まあ、値上がりしたじゃん。タバコ。うん。もう、せっかくだから、禁煙しようと思って。あ、値上がりきっかけだろ？まあ、値上がりきっかけもあるし、まあ、いろいろ、その最近タバコ吸ってた絵づく機会が増えてきたなっていうのもあるし。そう。うん。え、な、絵づくって。普通に。普通に吸ってたらさ、うーってなることない。ないね。それはない。いや、それ、ちょ待って、それタバコじゃないです、それは。それタバコのせいにしないで、マジで。いや、違う、タバコだ、タバコ吸ってる時になんだもん。お前、さ、冷てえのとかやってんじゃねえだろうな、ほんとに。やってねえわ。お前がダルク行くみたいな。やってねえよ。頼むよ、ほんとに。いや、うん、マジで絵付きがやばくて、最近、うん。っていうのも、その二つだね、値上がりして、ちょっとお金貯めなきゃいけないっていうのも、あって、うん、金始めて。お金貯めなきゃいけないってない？いや、まぁちょっと、貯めなきゃいけないの。え？いろいろ、まぁ、お金がないから。うん。うん。まぁ、お金ないの分かったけど、貯めなきゃいけないということ、うん、貯めんの。貯めてどうすんの？貯めて家を探すんだよ。あ、家を、まあ、うん。家を追い出された。家を探すの。何があったのじゃん、それ。いや、だから家を、うん、家が今ないんで。何があったのっつってんの、だから。家がないんでとかじゃなくて。それは違う、それは詳しくは言えない。まず芸人仲間と一緒に住んでたでしょ。芸人仲間と一緒に住んでました。ええ、でそれルームシェア解消するってなったじゃない。うん、それいつの話ですか。それが今年の4月ぐらいですかね。4月ぐらいでしたよね。うん、で今もう10月ですから。うん、その間何してるの。いやだから違う、なんか本当に話したくないんだって。え、何、え、話したくないって何。まだ話したくないところなんだよ。隠してんのかお前な。いや違う、隠してる。隠してるっていうか、まあその。隠してんのか。いや、違う。いや、本当に。俺は全部言ってきてるよな。俺は。
これ、違う、これね、ドキュメンタリー番組ですから、うん、教養バラエティですから、うん、ね。いや、違うんだよ、その、俺にも考えがあるから、予定とか計画とか考えとかがいろいろあるから、いや、話せないこともある。予定とか、そういう、いろいろ言われても、何のこと言われてるのか分かんないから、まず、うん、隠してんのだから。いや、違う、隠してるけど。あ、隠してるんだ、隠してるっていうか、その、じゃあなんか隠し事あると。言いたくないこともあるじゃん。違う。わかった、わかった。じゃあ、リスナーだけには言おう。リスナーに言ったら全員に言ったことになるんだよ、TBS ラジオだから。リスナーだけに言おうよ。いや、違う、これは一人のために、その、やりたいことだから、あのね、その。で、その、今だからお話聞いててね。はい。一人のためにやりたいことみたいな。あの、だから違う、あのさ。今言ってたけど、一人のために金を貯めて、ね。違う、だから本当に、タバコ、一人のためにタバコやめて金を貯める。なんでさ、むちゃくちゃお前タバコやめろっていう話をしようとしてたのに。もう、いや違うんです。これだから、あの、いろいろあったんだけど、その、うん、まあ、その、同棲をしてたんです。お付き合いしてる方と。ってお前同棲知ってるじゃん。お前知ってるじゃん。いや、もう本当に違う。これは本当に茶化したくないんだって。違うんだって。同棲じゃ、同棲ってことは彼女がいるってことね。彼女が いたということです。そうですね。あの、先月の頭にちょっと、あの、僕が振られたという形で、家を亡くなったんですけど、それも本当に、違う、本当にこれ違うんだって、ラジオで話すつもりじゃなくて、まだ。いや、つもりじゃないとか、つもりとかじゃないから。言わなくちゃ、隠し事はダメだろってこと言ってんの。違う、隠し事はダメなことはないよ。俺は違う、本当に。本当に。じゃあ、どういうことじゃ、俺だけ隠し事な、はダメってこと？お前はダメだよ。俺だけ隠し事ダメで。お前隠し事ありなの？俺はありだよ。どういうことなんだよ、お前。お前勝手に奥さんに外録行ってさ。お前は母親に電話繋いだりとか。もう、そんな隠し事はないわけですよ、こっちは。いや、違う。いや、本当に。じゃあ、まず、彼女がいることは隠してた。彼女がいることは言ってなかったです。その同棲してるっていうことも言ってなかったです、ラジオでは。ラジオではね。っていうのも、本当に、うん、本当に好きだったんですよ。本当に信じられないぐらい好きで。本当に結婚を考えてて、結婚したってなった時に、そのリスナーの皆さんにお伝えしようっていう、あの、心づもりでいて、本当に好きだったんですよ。あの、信じられないぐらいに。まあ、同棲するってことは、まあ、そうだよね。それは本気で好きでね。はい。じゃあ、どうしてそれは、じゃあ、振られちゃったの？いや、もう、どうしてっていうのも、あんま、これも突っ込んでほしくないんですけど、これは本当に僕の、その、精神的な弱さが、もう、原因です、はい。精神的な弱さ？はい。本当に。具体的には？じゃあ、これは別に、言ってもしょうがないから、精神的な弱さが原因で、9月の、またまの方に、うん、その、振られまして。具体的には？具体的に言いたくない。いや、違う。いや、本当に、もう本当に、キングオブコント、で、今年、あの、準決勝で敗退しまして。まあ、そうですね。はい、負けちゃってね、うん。で、まあ、もう信じられないぐらい悔しくて。その生まれて初めて、もう本当に記憶なくなるぐらい一人でお酒を飲んでしまって。うん。その日に？次の日、負けた、次の日に。酒全然飲めないじゃん、だって。飲めないですけど、もうむちゃくちゃになっちまって、僕は本当に僕が悪い。本当に僕がもう、ダメなんです。もう全部悪いんです、僕が。本当に。で、お酒を飲んで、生まれて初めて記憶がなくなって、お酒を飲みすぎて。記憶飛ばして。そう。で、朝起きたら、その、一緒に、住ませていただいてた部屋を僕がちょっとなんか、もうぐしゃぐしゃにしてしまったみたいなことがあって。ぐしゃ、え？暴れたってこと？で、暴れたっていうかもう、その、ぐしゃぐしゃにしてて。ぐしゃ、うん、ぐしゃぐしゃってには、具体的にはその、例えば、何がどこにあったとかそういうのあるの？じゃあ本当に茶化してほしくないんだよ。本当に。じゃあ茶化して違うんだよ。茶化して。いや、だから本当に、ダメなんだよ。好きなんだよ。まだ。本当に。いや、でもそれ分かる。まだ好きで。それ分かるよ。まだし、もう本当にめちゃくちゃ好きで。うん、でも、もう、あの、振られてしまってるわけで。別れてるでしょだって。うん。
もう、うん、完全に別れちゃって、もう、要はだから終わりってことでしょ。いや、でも、僕は、なんとか、本当に、本当に好きだから、うん、また、本当に。だから、じゃあどうしたいの？どうしたいの？だから今僕は、本当に、その自分と今見つめ合って、自分を見つめ直して、もう自分を今変えている最中なんです。その、精神的な弱さだったり、なんだろう、もうそういうふぬけた甘えた部分。そう、だから部屋ぐちゃぐちゃにしたりとか。みたいな、それまでもありました、もうどうしても、その、彼女に甘えてしまってた部分、みたいなところが。彼女はいくつぐらいの人なの？僕の二つ年下の方です。え？もう一回、え？二つ年下の方です。もう熟女好きじゃねえじゃん。いや違う、僕もそう思ってましたけど、だから本当に。え？嘘ばっかついてんじゃねえよ、お前！違う違う違う。だから僕、だから全部を、変えてくれた女性なんです。その、本当に。初めて年下の女性のことを好きになったから。うん。っていうのあって。うん。で別に、なんだろう、その、アイドル的なものとして、熟女みたいなのは好きですよ。例えば AKB。ええ。AKB、乃木坂、欅坂、熟、はい、女。ぐらいの感覚です、僕としては。その、一般の方で言う、はい。要はアイドルファンのアイドルを応援してるぐらいの、熟女好きではあるっていうこと、はい、うん。うん。その、お付き合いするだとか、また別のものじゃないですか。じゃあまあ別として、はい、結局どうしたん？何が？いや、それもう一度お付き合いしたいです。それは、本当に。いや、じゃあさ、うん、もう、ラジオの向こうの彼女にさ、うん、言えばいいじゃん。いや、違う、もう本当に違うんだって、違う、うん、もう違う、違う、違う。電波使わせてもらってさ。いや、違う、お前。もう俺が告白したみたいに、もう。違う、それは違うんだって。エンディングに時間やるよ。違うんだって、違う、俺には。エンディングに時間やるから。違うんだって、だから、俺には、その、こだしたラブジェネ用意しといてもう違う、本当に。いや予定があるんだって俺にも計画が今変わってるタイプ。空気階段の踊り場。改めましてこんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです、はい。覚悟決まったの？いや覚悟とかじゃなくて、その、うん、本当に俺はさ、その振られた日の翌朝、うん、お前に言ったじゃん、渋谷のベローチェで、うん、振られて、うん、本当に辛いと、うん、で俺はもうここで変わると、うん、ね、もう一回付き合えるように頑張るんだっていう話をしたじゃん、うん、要は人権の話をした。自分が悪いとね、うん、じゃあ、うん、もうだって俺が悪いから、だから釣り合える人間になれるようにでしょ、うん、っていう話を渋谷のベローチェでしたんだよ。はい。TBS ラジオでするためにお前に話したわけじゃないんだよ。いやだからそれもね、その俺も一つ言いたいのは、うん、さっきもさ、うん、いやちょっとお金貯めててとか、うん、で一人のために、うん、違う違うとか言われたら、それどういうことってさ、うん、聞かなきゃおかしいじゃん。それで俺がさ、あ一人のためにお金貯めててね、うん、はいはいって普通に聞いてたらさ、うん、実際どういうことって俺はバカだからなんか言っちゃうんだよそういう。いやいやいや、それはお前だって言い出したんだし、うん、ね、だってしかもさ、一昨日ぐらいですかね。はい、文化放送で、うん、文化放送さんで、さくらまなさんのマジックミラーナイトっていう番組にね、はい、呼んでいただいて、僕らに、まあ、いただきましたよ。今月末あたり流れるんですけど、はい、あの時にもさ、はい、そのトークでさ、うん、なんだろう、おなきんをしてまして、みたいな、話を始めたでしょ。はい、僕まあ、おなきんをしてるって話はしました。ね、うん、で、そのもう、だから、さくらまなさんが横にいて、はい、で、さくらまなさんの AV をいただける、はい、で、その皆さん、バイク、川崎バイクさんとかね、はい、高岡副社長とかに、ソフトデマンドのね。デマンドのね、はい、ああ、そういう、横にまなさんいて、うん、これで今日、オナニーしちゃうんじゃないのみたいな、話から、はい、いや、僕でもオナキンしてるんですよ、うん、っていう話になって、はい、それはさ、うん、じゃあなんでオナキンしてるんですかって話になるよね。まあ、なる。その時は。で、その時にお前はさ、うん、あ、いや、ちょっと、これは、言えないんですけど。は？え？って思ったよ、俺は。いや、俺も言っておいて。でも、言って思った自分で、なんだ俺って。何言ってんだ、こいつと。いや、普通に、うん、いや、なんかあるんだったらいいよ。なんかあるんだったらいいし、なんもねえんだったら、いや、そうっすね、うん、マジで横にマナさんいて、今日のしこるのが、今まで人生一番気持ちでしこりになりますわとか、はい、普通そっちじゃない、うん、そのなのにお前、いや、ちょっと、これはなんでかは言えないんで、みたいな。どうしようって思って。
違う、俺もそれは反省してる。二人で一つとのつもりで俺やってるから、これは何とかしなきゃいけない、この場をと思って、うん、いや、お前のお泣きの話なんか別にどうでもいい、聞きたくねえわとか、うん、理由。そうね、何を突っ込んでくるって、ね。何お前一人の、なんか、うん、著名人みたいな立場取ってんだよ、みたいなこと言ったけど、うん、それは感謝してる。あれ実際相当やばいわけじゃない。わかる。俺も、なんだこいつって思った、自分で。でしょ？客観的に。自分でお泣きにしてますって自分から言って。なんでって聞かれて、いやー、ちょっとそれはここでは言えませんね、みたいなさ。むちゃくちゃだなと思った。それは。お前、ふざけんな。あの場にいる全員がさらけ出してる人間なんだよ。うん、高岡社長もバイクさんも、はい、桜真奈さんも、俺もね、さらけ出して生きてる人間の中でさ、うん、お泣きの理由一つも言えねえって、お前。どうなったんです。で、それ、だから本当に。それがあっての今日じゃん。うん、で、それがあん時も、俺は思ってたよ、うん。あ、多分ちょっと自分を変えるために、お泣きとかしてんだろうなと、うん。自分を変えるためにっていうか、その、ね、単純にその、今性欲が湧かないっていう。まあ、いろいろあって、はい。なんだろうなと、うん。でもそれは俺突っ込まなかったじゃん。なんでとか。はい。それは彼女の話とかなるかもしんないしね。はい。でも今日はさ、さすがにもうさ、一人の人のために。いや、それはお前が尋問があってのそれじゃん。尋問じゃない。別に俺はお金貯めようと思ってぐらいしか言ってないじゃん。いや、じゃあなんでってなるじゃん。目的があるじゃん、時って。お金貯めて何をしたいのかっていう話じゃん。だから、本当はなんかパッ、でも、ね、嘘の理由でも用意しとけじゃん、お前。違う、そう、本当に。貯金とか。違う、パッと嘘だったら。パッと嘘つこうと思ったんだけど、なんか本当の、本当に、それが、いろいろあるから、自分の中で目的が。その、パッと出てこなくて。さすがにね、うん、ごめんなさい。あそこの、文化放送のあそこのまでは、呼んでいただいた身ですしね。さすがに俺は、まあ見逃したというか、うん、違う方向に持ってきましたけど。はい、ここでは無理よ。もう赤坂では無理、うん。踊り場リスナーが許さないから。それはね。はい。じゃあ本当に、でも、だから、変なお笑いにしようとはしないで。言うとしてないよ、そんな。うん、変なお笑いしよう。それは分かるでしょ、気持ちは。分かるよ。本当に、うん、とんでもなく好きなんだ。言うと、分かる。本当に、うん。ね。本当に好きなんでしょ、うん、で、結婚も考えたと。そうです。でも、たった一夜のミスですよね。一夜っていうか、まあ積み重なったものもあるだろう。あるだろうけど、僕積み重なったものです。ものも、はい。ね。でも、お前がなんか暴れる君になっちゃったから。まあ、暴れる君にはなってないです。ね、なんか変なもん飲んで、変なもんじゃない。変なもんじゃない。強いお酒を飲んで。ちょっと待って。酒か本当にそれ。酒だよ。本当に酒だよ。もう本当に、もうだから。本当に酒だったらいいよ。うん。酒じゃなかったら。酒だよ。酒じゃなかったら俺は応援できない。本当に酒なんです。うん、本当に、もう、ぶん殴ってやりたいんですけど。じゃあ、その時の自分をね。はい。だその部屋ぐちゃぐちゃにした瞬間に、うん。振られたってこと？瞬間っていうか、その時はいなくて、うん、彼女は。で、俺が朝起きた時に、うん、言われて。起きたら、うん、横に彼女がいたと。はい。どういう状態だったの、その時。起きて。起きて、なんかすっぱだかで、びしょびしょで。多分シャワー浴びて、うん、そのまま、なんか行ったんだと思いますけど。風呂は入ったのね、うん。本当にもうムカついてるんで、うん、自分に。じゃあ、よりを戻したいのね。それはもう、戻したいです。その、戻すためにずっと頑張ってるんで、今。今ね。はい。自分を変えたくて。はい。で、努力もしたと。そうなんです。本当に、男は、変わんなきゃいけない時があるんですよ。うん。な。わかった、じゃあもうわかった。うん。もうじゃあ今日もう、エンディングで言おう。いや、違う。それは違う。俺は、もう、この日に言おうっていうのも決めてた。うん、だから、待ってだから、今までのお前がもう、まさに出ちゃってんだ、今。それなんだよ、うん。俺はこの日に言おうと決めてたとか。俺にはこのプランがあってこうだったとか。うん、もうそうじゃねえんだって。変わんねえと思う。詐欺師の目で言うな。うん、お前は芸人なんだから。芸人なりの告白の仕方、うん。芸人として彼女にどう愛を伝えるかっていうのがあるんだろって、うん。別にそれを茶化したりはしませんよ。はいはい、うん、ね。その俺が、はい、うんラブジェネを用意しといてくださいっていうと小崎さんに頼んだのも、はい、あの曲っていうのはすごい縁起がいい曲でね、はい、で俺が今奥さんに告白した時も大竹栄一さんのね幸せな結末に乗せて告白をしたわけです。でその結果成功した成功率 100% の曲なわけですね。ですからあの曲に
泣いてんの？ちょっと泣いてる。違う。泣いてんの？いやもうリスナーの皆さんもね、リスナーの皆さん今水川かたまりがもう泣いてます。違う、ね、違うって。いや違うんですよ本当に。いや違う、本当さ、分かった分かった、本当にぐちゃぐちゃしようとか思ってないよ俺は。分かる分かる、お前も俺は本当に会ったことあるでしょ。会ったことある、会ったことある、知ってるから俺はお前の彼女のこと ね, ね、なんだよ、うん、だからそうそう分かった、うん、そう知ってるから、うん、うん、はい、分かりました。泣く、泣く、とりあえずとりあえず泣くのだけやめて。違う、いや泣くつもりはなかった、本当に泣くつもりはなかった、それだけやめて、うんうん、はい、分かった。泣きだけやめて。泣くなよ、はい、28だろもう、はい、28、はい、ね、泣くのはなしにしよう、もう違うんですよその違う、いや泣かないよ、泣いてないですよその今まではこの1ヶ月間泣いてんじゃん、だってこの1ヶ月間泣いてなかったんだよこの振られた日はもう、6、もう、気絶するぐらい泣いたんですけど、そっからはもう泣いちゃダメだっていうので泣いてなかったんです。はい。泣いちゃダメだっていうのも別にないんだよ。泣いてもいいんだから。いやでもやっぱりもう俺は泣いてもいいんだけど、泣いてもいいんだけど、ここでは泣かないで。その、めちゃくちゃ振られた日から、ものすごい涙を我慢してて、ね。それは分かったけども、ここで出さないでって、この、今回ってるから全部。ね。ここで泣くんだったら、家帰って泣いてくださいよ。別に。ね。それは、それ泣くのだけがちょっとお願いしますよ。はい。ね。じゃあ、どうするじゃん、エンディングどうするじゃん。うん、それは、代わりに俺が言おっかじゃん。なんでだよ。前が言えないんだったら、はい、もう代わりに俺が代弁するっていう。いや、それは自分で言います。それは自分で言えんのね。はい。うん。じゃあもう自分は変わったと。はい。もう僕、わかるでしょ、でも。その、すごく、その、自分と向き合ってきたわけ、この1ヶ月間。うん。もう本当に、やっぱり、バカなんですけど、こんなに、こんなに苦しい思いをしてから、ね、うん、考え直すっていうのも。まあね。ね。いや、失ってから気づくみたいなことでしょ、うん、そうです、うん。よく言われてることだけども。うん、実際にね、はい、味わってみなきゃやっぱ分かんない。はい。というかね。うん、もういろんな、だって J-POP 聞いて泣いたりとかしてたわけでしょ、だって。はい。その、めちゃめちゃ聞いてました、この1ヶ月。何聞いて泣いたの？一番泣いたの。一番泣いたのはね、寿司屋でバイトしてるんですけど、うん、寿司屋で、バイト中に、有線で、うん、愛を込めて花束を、ね、トイレから15分ぐらい出れなくて。わって、じゃあもう、それを BGM しよう。いや、ね、では、お知らせの後、思いをね、語ってもらいます。空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。私もぐらは朝起きると枕に茶色いシミがついています。ウェイウェイ。マイナビアフターナイト、空気階段の踊り場、まもなくお別れのお時間です。いやー、もう今週もね、あっという間の30分でございましたけれども、あ、なんとですね、明けて今日ですよ、10月13日土曜日、マイナビアフターナイト第4回チャンピオンライブがございます。会場がですね、有楽町読売ホールで、時間は午後4時開演となっております、ね。そして当日券の方がなんと出るということで、料金が4000円ですね、午後3時から会場入り口付近で販売という形になっております。僕らもですね、キングオブコントの決勝でやろうと思っていたネタをここでやらせていただこうかなと思います。頑張るぞさあ、それでね、あと発表していなかった、先日生まれた息子の名前も、明日、発表しちゃおうと思ってます。発表しちゃうぞ、お楽しみに。